別名は、カレンリューラ、ポットマリーゴールド。最盛期は3月から6月、朝方に開花する一日花。原産地は、地中海沿岸。北アメリカ、中央アメリカ、南ヨーロッパなどで栽培されている。春先一年草として扱うが、宿根草タイプは冬を越すので、冬知らずの名で市場に出回る。葉は、長さ5から18センチメートルの単葉。 しばしば荒い毛が生えている。家計10センチメートルほどでオレンジ色や黄色の花を咲かせる。花用は一重、八重、また中心に黒のスポットのあるものと多彩。日本では観賞用として花壇などに植えられるが、ヨーロッパでは原種はハーブの一つに数えられ、エディブルフラワーである。金銭化の軟膏は、火傷からニキビまで幅広い皮膚のトラブルの治療薬になると、 考えられている。貧乏人のサフラン、エジプトサフランと呼ばれるように、花弁がサフランの代用品として利用されることが多い。長目の幼虫の餌として用いられる。金銭花が作られたことを示すと言われる神話は、クルティエとヘイリオスの物語であるが、通常この物語は、ひまわりかヘディオトロープを指すとされることが多い。もっともひまわりは、 アメリカ大陸の原産であり、神話の時代にはギリシャでは知られていなかった。中世の頃は、金銭花を眺めているだけで視力が強化されると考えられていた。種まきは秋か早春にするが、寒冷地以外は秋まきが普通である。18摂氏25度の気温下では、種まき後5日ほどで発芽する。土は選ばないが酸性土壌では育ちが悪く、 弱アルカリ性の土壌を好む。また、日当たりを好む。茎は直立性で20センチメートルから1メートルの高さ。よく分子するので切り戻して、それを促す。開花期間は春先から初夏である。栽培は容易であるが、うどんこ病、アブラムシが発生する。ありがとうございます。